こんにちは、熊田です。今回も声優さんのニュースをご紹介します。ご紹介します声優さんの宣伝 SNS その他、動画説明欄よりどうぞ。それではいきます。1月23日、岡本信彦さん、インフルエンザに感染。前日、NHK 文化センター青山教室にて開催予定だった声優岡本信彦トークショー、声で心をつかむは急遽延期。さらに、声優と夜遊び月曜、安本博樹、岡本信彦の生配信をお休みされました。代理 MC として、与永翼さんが登場。安本さんと二人で、ちっこ固めたーのを食っていましたーの。こちら簡単にご説明しますと、牛乳を酢で固めた料理。ここにもし杉田さんがいたら、小さな酢を指で隠すんだろうか。番組放送中、インフルエンザガチですとツイートする岡本さん。とはいえ、1月27日より活動再開、元気なお姿を拝見できてよかったです。2023年3月5日日曜、浪川大輔さんのソロライブ、ステイラックプレゼンツ浪川大輔スペシャルライブ、激アツ超絶ロックナイトが開催決定。会場は品川プリンスステラボール。今回のライブはロックの部分に特化されているとのこと。2部構成で、1部はフォークアフタヌーン、トークやアコースティックライブ、2部は激アツ超絶ロックナイト、バリバリ盛り上がる曲ばかりの構成。声出しあり。あんな浪川さん、こんな浪川さんが見れちゃうまたとない機会。チケットオフィシャル選考は2023年2月2日12時から2月7日23時59分まで。ぜひチェックしてみてください。公式サイトへのリンクを説明欄に貼っておきます。声優プロダクション81プロデュースとエレックレコードがタッグを組み生まれた新人女性声優4人組のフォークソングユニット、81声優フォークソング部。その記念すべき第1回定期公演、81声優フォークソング部放課後青春ライブが開催されることが決定。開催日は2月11日土曜、会場は81ライブサロン。昼公演、夜公演があり、チケットは1500円税込み。ユニット結成は2022年であり、メンバーは古賀恵里奈さん、八代瑠香さん、中崎しおりさん、一ノ瀬優里さんの4人。公演では誰もが一度は聞いたことのあるフォークソングの名曲の数々を弾き語ります。興味ある方、ぜひチェックしてみてください。チケットその他詳細は説明欄の公式サイトリンクよりどうぞ。1月23日、小岩井小鳥さん、132万円オーディオテクニカ60周年記念ヘッドホン ATH-W2022 開けるよガチ自腹というテーマで超高級ヘッドホンの開封生配信を行いました。このヘッドホン、世界限定100台のみ生産される貴重なモデル。購入は2022年だったそうですが、気持ちの整理がつかず開封したのが今年1月23日。コツコツ貯めてきたお金でガチの自腹購入。非常に残念だったのが、開封するまで時間を置いてしまったせいで、箱に入っていた2022年12月22日購入者限定でオペラシティコンサートにご招待しますの招待状に気がつかず、もう終わっていたこと。開封動画がめっちゃ面白かったんで、説明欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧あれ。てか、132万円ってうまい棒何本買えるんだ。1本12円だから11万本。1月25日、釘宮理恵さんがこんなツイート。去年買ったモフモフの帽子を今日みたいな日にこそ必要だと思い、朝かぶってみたのですが、気恥ずかしく一応持ち歩いてはいるのですが、全然かぶれていません。このまま持ち帰ってそっとクローゼットにしまうんだろうな。その気持ちすごいわかる。ラブレターをひっそりカバンに忍ばせたものの、今日も渡せずため息混じりに机の引き出しにしまう感覚に似てますよね。え、違う。去年2月1日、事務所プロフィットからステイラックに移籍した石川海人さん。事務所が変わったことで、4、5年書いていなかった宣材写真を撮ろうということになっていたそうな。撮影裏話がめっちゃ面白いんでご紹介します。去年、風呂場で滑って転び、眉を切ってしまい縫った影響で、事務所移籍後、すぐ宣材写真が撮れず、そのせいで、宣材撮れないね。となった時、よっしゃ逃れたと思ったとか。ところがある日、担当のデスクさんがお休みに入るとのことで、その前に洗剤を何とか変えたいと言われます。そこから半年経過、そろそろお休み入っちゃうよとせかされるも、そうっすね、寂しくなるっすねとごまかしていたカイトさん。結果、1年間逃げ続けたカイトさんでしたが、スケジュールに丸月丸日洗剤写真撮影と入れられ、もはや逃げ切れなくなっていたそうな。そして今年1月11日、出来上がったのがこちら。カイトさん曰く、撮影の途中から疲れて顔が死んでいったそうで、特に最後の方は全部使えないと弾かれたそうな。今の洗剤であと20年は戦うらしい。
1月26日、声優安西千佳さんが富山市の県消費生活センターの一日所長を務めました。安西さん、富山県南砺市が舞台となったアニメ「桜クエスト」では緑川真希役を演じています。この日は一日所長として富山駅で啓発活動を行い、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口を案内する消費者ホットライン188の利用を呼びかけました。また富山県の滑川校を訪れ、生徒へのサプライズとして校内放送でやや泣き寝入りの語呂合わせを紹介。トークセッションでは生徒約80人を前に、趣味の筋トレに関連してプロテインを通販で購入する際に不安に感じたエピソードを披露。アニメリコリスリコイルを見ていた人からしたら、うお、マジかってなるだろうね。学生時代に有名声優さんに会えちゃうっていう、この素晴らしい世界に祝福を。1月26日放送、日本テレビ系バラエティぐるぐる99ゴチになります24新シリーズ、ついに先週から超話題になっていた3人目の新メンバーが登場。ヒント映像から宮野守ではの声が多数だったわけですが、やっぱり宮野守さんでした。声優ファンからしたらたまらないよね。1998年10月からスタートしたゴチ、なんと声優さんのレギュラー起用はこれが初らしい。宮野さん、ナイナイさんが大好きで岡村さんからエンタメを学びましたとのこと。さて、今回の設定金額は2万円、最下位は自腹推定額約16万円。宮野さん、突然何を言い出すかと思えば、出川さん、僕は声優界のスーパースターでストップとオーダー終了を宣言。これ出川さんが宮野さんを声優だと知らなかったことから自己紹介です。宮野さんの中では冗談でも、本当に声優界のスーパースターだし、全然闇に聞こえないのが宮野さんの魅力。そしてそして、早くも増田貴久さんと仲良くなっちゃう間も尊すぎるよ。ちなみに今回宮野さんは5位で24600円でした。最下位じゃなくて本当に良かった。さて、まだ見てないよって方、 TVer 見逃し配信あるんで、ぜひご覧あれ。さて、都市伝説や占い好きで知られる声優細谷義正さんですが、最近占いとかあまり興味ないという爆弾発言をされていました。これには理由があります。先日のこと、とある番組で占い師に占われたそうな。占い師からは今年あまり良くないと言われた細谷さん、信じたくありませんでした。最終的に直感で選んだ番号を占うことに。細谷さんが選んだ番号、めちゃくちゃラッキーだったそうな。これは矛盾していると考え、運は自分で変えられるんだと思ったそうな。かっこよすぎ。細谷さん曰く、そもそも根拠ないしねとのこと。1月27日より全国のイトーヨーカドーにて声優与永翼さんの店内放送が始まっています。バレンタイン向けの特別な甘い音声も聞けるとのこと。またイトーヨーカドーアプリ限定でさらに甘いバレンタイン限定ボイスも聞けちゃうとのこと。公式サイトホームページを説明欄に貼っておきます。ぜひチェックして、そしてアプリダウンロードも試してみてください。1月27日のこと、田中敦子さん、かなりお辛い目に遭っています。お気に入りのカーディガンに穴が開いてるのを見つけた後、お気に入りのコートのボタンが取れて行方不明になってしまった。おまけにボタン探しながら下見て歩いて、駅のエスカレーターでつまずいて転んじゃって、今日はもう絶対立ち直れない。優しくしてくれる人募集中なう。エスカレーターで転ぶはやばくないですか？危なすぎでしょう。無事を願いたいですけど、おそらくどこか怪我されてますよね。早く回復されることを願います。1月28日のこと、三上しおりさんがこんなツイート。前に青森市役所へ行った時、1階で握力検査をやっていたのでチャレンジしたら11歳でした。マネージャーさんは50キロ出してました。かわいい。てか11歳だと小学校5年生だよね。いや、中学の時握力80とかの美術の男の先生いたっけ。さて、1月28日は神谷博さんのお誕生日でした。ラジオ神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズでは神谷さんの生誕祭が行われました。某ピチューみたいな衣装に身を包んだピケモン小野チューという謎の生命体が登場。スタッフが用意したプレゼントをかけて神谷さんがピケモン小野チューと PK を戦うことに。見事ゴールが決まればタダでもらえ、失敗すればまさかの自腹ゲット。結果 Amazon で購入した2万円の自宅用簡易サウナをプレゼントされ、5000円のユニクロニットを自腹で買わされてました。1月29日はさくらあやねさんのお誕生日でした。ところでタンプレの一つとして大西沙織さんからモモフルをもらう予定みたいです。モモフルって何ぞというお方、調べてみたら履くだけで美尻になれる下着だそうな。大西さん、試しにモモフルを試着した自撮りをさくらさんに見せた時のこと。さくらさん、前々から大西さんの体型ファンだったそうですが、自撮りを見せられた瞬間、なんかグッズを燃やすファンの気持ちになってる。これはクソケツ。
とお嘆きになっていました。最後に大西さんでこれなら私怖いわと恐怖心に苛まれてました。これお二人がパーソナリティを務めるラジオ内でのお話ですけど、クソケツのところで腹筋ぶっ壊れて吐血しました。